よし、続きやっていこうと思います。前回から通常バトロワのねモードだとグラフィックの設定をレンダリングモードをパフォーマンスモードでやってるんですけど、通常のねダイレクト X12 でいいのかなにして影とか以降の項目を今最高に変えてます。でめっちゃグラフィック綺麗。前回までのね映像を見てもらってると分かると思うんですけど、ここのっぺりしたりとかねしてると思うんですけど、全然違うのね。てか風がさ、こんな吹いてて葉っぱが揺れて、しかもこの葉っぱがちょっと飛ぶ感じの演出エフェクトというかね、めっちゃ綺麗で、しかも軽い。うちのパソコンそんなにスペック高くないんですけど、全然ね軽い。バトルはやってる時はパフォーマンスモードの方がいいと思うんですけど、レゴやる時はこうやってね設定変えた方が全然軽いし、グラフィック綺麗だからパソコン本勢はね変えた方が絶対にいい。よし、これでいけるでしょう。よーし、行くぞ。やったぜ。エビフライのまんまなの。わあ、見た目変わらない。そう。次何必要なの。琥珀の原石と大理石の板。あ、すぐ行けんじゃん。村の評価が足らないです。この辺作れるやつ作ってこう。ここまであるんだよね。加工岩盤、あ、そっか、加工岩盤か。加工岩盤の方ね。加工岩盤、おい、ちょっと失礼して。加工岩盤が必要だから今。お、これ作れんじゃん。ジューサー。いいね。この辺でやってこうかなと思ってるから、この辺かな？急に入ったらジューサーがある感じ？あ、これでスラップジュース作れるんだ。なるほどね。サンドシェルがないんだよ。そう、サンドシェル必要なんだ。よし、じゃあ、とりあえず、サンドシェル手に入れに行こう。サンドシェル他に必要なところある？サンドシェルが取り急ぎ必要な個数は？ 3 個と？ 3 個ぐらいか。OK。よし、サンドシェル3取りに行きます。多分ね、このゲームの序盤のメタ的な感じで言うと、最初の草原エリアがあるところの村を作るときに、自分とこの初期スポーンのところが向こうの雪山近かったんですけど、ぶっちゃけ砂漠エリア探しちゃって、砂漠エリアの横の草原エリアで村作った方がいい気がする。そうすると草原エリアとその後に行かなきゃいけない砂漠エリアの両方が立ち回り良くなるんで、で最後に雪山の方は新しい村作ればいいんじゃないかなという風に感じるんですけど、今のところ見てる感じ序盤の移動はこれめっちゃめんどくさいもん。あ、ボスいるわ。あ、待って待って、あいついるんだったらさ、あいつにこれ壊してもらえるんじゃない。壊してよー、頼むよ。こっち来いよお前、こっち来いよ。ほら、サボテンを壊すんだ。こっち来い。お前が壊せば俺が壊す必要はないんだ。ほら、やったぜ。Thank you。あ、待って待って、うそ、危ない。まーす。あー、あった。この辺だ。この辺に来てもらえれば。こっちだ、こっち。お前、こっち。おいでちゃん。ちょっと、これ。ちょうどいいのあるでしょ、これ。ほら。ここ。こうやってあんたの仕事だよ今。あっ、死んじゃった。あー、取りに行かないと。早く行かないと。あと、いい、いいかな。あった。あ、周りのさ、壊してもらってす、まだ残ってんじゃん。あー、やった、結構あるじゃん。まだ斧作ってないのにいっぱい手に入った。これさ、ショートソードをゲットしといてまた渡しとく。あー、俺のロングソード渡しちゃった。返して。俺のロングソード。ショート、うん、大切に使ってね、それ。間違えてロングソード渡しちゃった。くそ。で、あいつが必要なの、本当は。で、確か、飛んでくるときにガードしとくといいらしい。あ、でも倒せちゃいそうだな。そうだよね。俺のロングソードあるんだから、それは強いだろうね。OK。お、いいね。こっち来い。ほい。で、こうやって、ガードするとピヨるから、それで戦うと。あ、それで剣でやると、10ダメになるわ。なるほどね。腹が弱点なんだろうね。よーし、覚えたぜ。サンドシェル3つぐらい必要あったんじゃないか。あ、いいね。ほら、こっち来い。くるんくるんのパーンしてくれれば。やろう。ほら、くるんくるんパーンしろ。お前。よし。ここまで来たら仮拠点にまず自分のベッドがない時点でちょっと良くないから、これを自分用に1個作って、まあいいかな、これで戻るかな。こういう風にしようかな。で、実際向こう側から来るから、こうでこうしとこうかな。壊されたら悲しいけど、こうして。あれ、高さが違う。なんで高さが違うんや。これでいいか。いやー、気になるな、この高さの違い。やだな。
これでさ、あー出れない出れないよ、どうしたらいいの、出れない、あ出れない、レゴって書いてある、え、ちゃんとレゴって書いてあるんだけど、どうしよう、助けて、壊すしかないか、あよかった、上のやつは壊れてないや、こんなんなってたんですよ、こんな、あー壊された、とりあえずこれ作っとこう、また同じことやんなきゃ、ここにこいつつけて、これでいける、あこれでいいや、これで、いやーびっくりした、ここにこれかな、ここに設置しといて、で13、あーこれはねやっと切断機もいけるね、カラーのこれもいける、いいね、あーこれでバルーンとか作れんじゃん、マジかマジか、いいね、これでようやく気球作れるわ、やった、グライダーはどうやって作るの、あグライダーあった、やった、これで、あいけるね、よし、あともうちょっと、あそれください、よし、順調順調、その間に滑走路作ろう、これでいけるでしょ、 OKOK、材料足んないや、はい、ほっ、よし大丈夫、着地ミスんなかった、これでもう一回回収して、おらどうよ、あいける、よっしゃ手に入れた、やったぜ、だいぶ進んだわ、よし行こう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 、よーしグライダー一発目、よーしグライダー一発目、めっちゃいいわ、よし行きまーす、ほい、おお、いける、これで楽になるわ、やったぜ、おーし、これで一旦砂漠エリアの方どこぐらいまで行けたら、もうちょっと高くした方がいいとは思うんですよね、よーしこれで行こう、砂漠エリアどんくらいまで行けるだろう、よし、あれちょ待って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 、そっか、そうだ、スタミナ使うんだった、やり直しやり直し、ちょっと待って待って、あこっちも持ってきちゃったあベッドも登録すんの忘れてた、やべえ、あめんどくせえ、砂漠エリアの方にスポーン位置返すわ、あ失敗した、あ